球面 S には3次元空間にあり、その次元は2である。同じように4次元空間の球面を考えることができる。その球面は中心から等距離の点からなっている。この球面上の点の位置を定めるには今度は3つの数が必要である。だからこの球面は3次元である。そしてこれは当然 S3 と呼ばれる。この球面が4次元空間にある様子を見ることはできない。それはこの空間が3次元で画面は2次元しかないからだ。君たちの想像力に頼るしかない。4次元の多面体をよりよく理解するために、トカゲが3次元の多面体にしたことと同じことをしよう。その時はまず多面体を膨らませて球面に押し付けて、それをステレオグラフ遮影で平面に遮影した。だから今度は多面体を膨らませて4次元空間の球面 S3 に押し付ける。そしてステレオグラフ遮影で3次元空間に遮影しよう。私がこれから S3 の北極に登って膨らませた多面体を君たちの3次元世界に遮影しよう。私がどこにいるかは君たちには見えない。それはトカゲには展望台にいる仲間が見えなかったのと同じことだ。我々はちょうど同じ立場にいる。これは4次元単体だ。5つの頂点、10本の辺を持っているのがよくわかるだろう。もちろん辺は円弧になって見えている。ちょうど3次元の多面体がステレオグラフ遮影で平面に遮影されているのと同じ状況だ。これは超立方体だ。32本の辺と16個の頂点から簡単に判別できるだろう。この方法は影を見る方法や3次元世界との交わりを見る方法に比べてずっと分かりやすい。これは24方体だ。24個の頂点と96個の辺を持っている。これは120方体だ。最後に600方体だ。2次元の面を加えてみるともっとよくわかる。これは4次元単体だ。10個の三角形の面を持っている。これら2次元の面は球面上の多角形だ。それは辺が円弧だったのと同じことだ。4次元単体が4次元空間で回転しているところをステレオグラフ遮影で遮影している。ボールを回すように地球を回転させて大陸が動く様子を観察したことを思い起こそう。面が遮影の中心を通過するたびに多角形の遮影は無限に大きくなる。それは画面上では爆発しているように見える。超立方体を少し見てみよう。空間が8個の立方体の形の領域に分けられている。これらが超立方体の3次元の面だ。2次元の面は膨らんで形が変わっているが正方形だ。
24個の二次元の面がある。これがお気に入りの24包帯だ。よく見てごらん。24包帯は本当に素晴らしい。24個の頂点、96本の辺、96個の三角形、24個の八面体だ。どの頂点からも8本の辺が出ている。これは120包帯だ。その形をよく見てみよう。どの頂点からも4本の辺が出ている。二次元の面は五角形だ。720個ある。この720個の五角形が120個の十二面体を作り上げている。これらの十二面体がうまく組み合わさっている様子を鑑賞しよう。印象的な形だと思わないかね。
最後に600包帯だ。600個の四面体の3次元の面、1200個の三角形の面、720本の辺、120個の頂点。この図形を保つ4次元空間の対称移動は本当に14,400個あるのだ。これで第4の次元への最初の旅は終わりだ。第4の次元には驚異的なことがたくさんある。もちろん数学者の想像力は第4の次元にとどまるわけではない。第5の次元、第6の次元、第 N の次元、さらに無限大の次元もある。それぞれの次元に特有の現象があるが、第4の次元が最も美しいと言わざるを得ない。なぜだろうか。多分結局のところ物理的な現実のものだからだろう。20世紀の初めに発見されたアインシュタインの相対性理論では、空間と時間は4次元の時空の中で混じり合っているということを宣言している。この時空の一点とは一個の事象で、それが起きた空間の点の位置 XYZ と起きた時刻 T によって特定される。相対性理論に関わる物理では4次元空間の理解が欠かせない。今述べた4次元の幾何の発見は相対性理論の発見よりも50年ほど前であったことは面白いことだ。これは科学の歴史の中でよく語られる数学と物理学の相互交流の一つだ。